こんばんは。先日この赤の方がね新規転生したわけなんですけど、このキャラにねなんかバグがあるらしくて、そのバグはというと、まずこのキャラ SSS でアナザーアクションを使用可能にするってものなんですけども、この使用可能にするってのがなんか自分だけじゃなくて相手もしちゃうらしくて、まあ、例えばですけど、バイスの場合はアナザーアクションを使用してしまうと60秒間クールタイムに入るんですけども、このクールタイム消し飛ばしたりとか、あとアイリスの場合ってその特定の状況にならないとたまんないわけじゃないですか。なんですけども、この条件をぶっ飛ばしてアナザーアクションが使えるようになるとか、まあ、そういったものがあるらしいんですよ。なのでまあそれどうなるのかなと思って実際に見てみたいなと思ったので、はい、今回試してみようかなと思います。はい、じゃあまずバイスで検証してみようかなと思います。ここで、はい、じゃあアナザーアクションを押しといて、そうすると勝手に自動返球してくれるわけですよ。でここでまた押してこうやっとくと自動返球やーば、 SSS 撃たれるたびにこれが復活するのか。いやーすごいなここら辺にいたら勝手にこう取ってくれるわけか。うわ、一生失点しないじゃん、すごいな。はい、じゃあ次、アイリスで検証してみようかなと思います。アイリスは、弾を集めないとアナザーアクションが使えないはずなんですけど、ここで SSS 打たれると撃つことができると。ただ、この状態だと、あれですよね、特に何かあるわけじゃないので、とりあえず、弾を貯める必要がありますと。で、これで、はい、じゃここで時止めができるようになったので、これ時止めをしてみますと、はい。で、これを打って、で、またこれを時止めで取って、で、また時止めを使う。で、こうすると、時止めはもう今使えない状態なんですけど、打ってもらうことで、あー、時止めができる状態になるのか。ちょっと今失敗しちゃったんですけど、あー、なるほどね。このキャラも、まあ、SSS で打ってもらえさえすれば、時止めがずっと復活しますと。はい。時止めが使える。で、時止めを使って、また時止めができる。すごいな。また時止めが復活する。うわ、すごい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 。SSS 打ってもらって、そうするとまた時止めが復活します。うわ、すごいな、これ。じゃあ次、ミユエやってみますか。ミユエは、反射することができるじゃないですか。あ、その前にちょっと点稼いできますね。はい。まあ、こんだけ稼げばいいかな。じゃあこれを反射したりとか、するわけで。で、また復活してるわけか。反射できる。うわー、ずっと反射できるわ。ミユエもまあ、一生反射できるっぽいですね。はい、じゃあ次、ターニャ使っていこうかなと思います。ターニャって確か、なんか秒数で、このアナザーアクションが溜まったら使えるって感じだと思うんですけど、これでアナザーアクション無理に呼ぶことができるんで、これでいきなり飛ばすこともできると。クールタイム待たなくても飛ばすことができる。あー、これすごいな。アナザーアクションが使えるから、弾の数もどんどん増えていくって感じで。あー、すごいなー、これ。この辺押して、で、これで飛ぶこともできると。うわ、すごいなー。このキャラも飛び放題と。はい、じゃあ最後セリナ使ってみようかなと思います。このキャラは、まあ、アナザーアクションを押すことによって、まあ、爆発させることができるわけじゃないですか。これ無限にできんのかな？一応ギミックは赤の方に通用しないんで、まあ、そこは見れないんですけど、まず1回目ですよね。で、これ置いて撃ってもらった。あー、何回でも爆発できるわ。あー、爆発し放題。これ楽しいですね。はい、ここまではキャラトレでの検証なんですけど、対人戦でも発動するのかなと思って一応フレマやってきたんですよ。で、やってみた感じね、なんかね、アナザーアクション回復しないのかな。だから多分キャラトレだけのバグなのかなと思います。はい。SS5 の SS でもまあダメっぽいですね。なのでまあこれは安心かな。入ってるこんな感じです。まあ、対人戦だと影響してないっぽいので、まあ、実害はあるバグではないんですけども、まあ、こんなバグがあるよってことを、まあ、覚えていただけたらなと思います。まあ、キャラトレで遊ぶくらいのバグなんですけどもね。はい、こういう遊び方があるということで、こんな感じで締めようかなと思います。それではここまで。ありがとうございました。お疲れ様です。